オンライン日本語、日本語能力試験 N3 第1回模擬試験の問2番の解説を始めます。問題2番は、下線部の言葉を漢字で書くとき、最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。9番、私は大学で政治経済学を勉強しています。この場合、正しいものは2番の政治なので2番を選んでください。10番、日本に来たら東京を案内します。この場合、正しいのは3番の案内なので3番を選んでください。11番、これは私の会社で開発した商品です。この場合の開発は1番が正しいので1番を選択してください。12番、あの俳優のドラマは今ネットで話題になっている。こちらの正しいものは1番なので1番を選択してください。12番、この建物はとても古そうだ。こちらの正解は3番なので3番を選択してください。14番、今日はとても暖かいです。こちらは2番が正解なので2番を選択してください。以上で問題2番の解説を終わります。ありがとうございました。